にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、山梨県をドライブしております。昨日は萌木の村に宿泊して、いつもだったらですね、ホテルエルディアさんですね、俗に言うラブホテルに泊まって仕事とかね、結構やることを終わらせていたんですけれども、今回また楽天でこういろいろ見ていたら、すごく安くて評価のいいホテルを見つけたんで、そこに泊まってみようかなと思ってます。なんか最近話題というか、まあよく見るようになった大湯ホテルさんっていうんですかね、そこもしかしたら、そこももともとモーテル、ラブホテル系のところをリノベーション、まあ、リフォームして泊まれるっていうような形のスタイルらしいので、ちょっとそこに泊まってみようかなと思います。ではその前にですね、清里駅を見てですね、癒されてきます。デイ、さあ前回も来ましたけど、廃墟が始まりますよ。見えるかな。はい、こちらがですね、平日の清里の様子ですね。ほぼシャッターですね。このファミマがね、唯一というか一番栄えてる場所で、やはりこう何とも言えない気持ちになるよね。すごい。八ヶ岳に来るたびに、きっと清里駅は毎回訪問すると思います。これからのこの街の様子をですね、ずっと見ていきたいというか、何なんでしょうね、落ち着くんですよね。標高高い街って何なんだろう、この落ち着き。行きますか。こちらがかなり有名な建物みたいでですね、北野武さんがもともと所有していたのかな、ちょっと情報曖昧ですけど、廃墟ですね。まあ、ただ駐車場は開けていて、中には入れませんけどね、もちろん。これはすごいわ。どうするんだろう、これ。あっちに宿があったのかな。あ、奥にもある。あれもそうなのかな。これもそうなの。これはまだやってるか。こっちにもね、ホテルあるんですけど、これはまだやってるのかな。飽きないわ、清里。この辺とかはもともとあったというより、誰かが不法投棄したような感じの気がしますけどね。清里出ましょう。これはね、ずっと建物の廃墟とか見てるだけで、何時間も入れちゃうんで、清里出ます。なんだろう、このやっぱり何とも言えない気持ちになるのは。ただやっぱり一つ言えることはですね、空気が本当に美味しい。なんか空気が美味しいっていう表現がね、よくわからないなーって思ってたんですけど、空気美味しいと言えますね。これはいくらでも吸えますよ。本当、いくらでも吸える。いくらでも吸える。こちらも農産物直売所って書かれてたんで入ってみたんですけど、これも廃墟だな。これは規模がすごいわ。また寄り道しちゃいましたね。行かないと本当に。うわ、あー、のどかな道で天気良くて景色うるさいな。眠いな。行きつけのイオン伊沢店さんに着きました。ここで買い出しをして、軽く休んでからですね、ホテルに向かいます。おやすみなさい。
はい、読んでました。では今からホテルに向かいますか。もう3時過ぎちゃいましたね。先ほどレジ並んでたらね、おじいちゃんとおばあちゃんにね順番抜かしされましたね、もろに。でも並んでますよって言ったんですけど、あ、話通じないってこのことだと思いました。では行ってきます。はい、もうこの辺なんですけどね、結構すごい道なんで、あ、見えた、あれだ、あ、ラブホ街なのかなこれ。見てる？虹さん見えますね。看板はもう明らかにラブホの看板ですね。ただリノベーションされてるはず。え、これか、あ、これだ。おお、これっすね。入ってみます。部屋着きました。これはねすごいですよ、ここ。あの入った瞬間からやはり雰囲気は一瞬ラブホテルなのかなと思ったんですけど、まあ後でね撮りますけど、すごい、だいぶ綺麗に改装されてます。これで一泊一人3000円とかだった気がする。だから複数人で泊まれば一人1500円とかですよ。これはすごい。こちらがホテルの外観ですね。昔ながらのモーテルといった感じでしょうか。立地がこのような場所です。こんな感じでホテルがあって、ラブホが他にもこうね、古い感じのラブホがやってるのかな、あれラブホじゃないのかな、あるみたいですね、周りね。このように受付がものすごく綺麗になっております。中がですね、このように喫煙スペースがあって、受付もこういう雰囲気ですね。ここでタバコ吸います。ここも喫煙エリアと焚き火がちょっとあるのかな、これ焚き火ができるのかな、すごいでしょこれ。でグランピング気分をこちらでも味わえるようになっているみたいですね。こんな感じで中入ってみよう。喫煙所がすごいな、あったかい。え、ここではさすがに火起こさないか、すごい。ここはバーかと思いましたけど、多分バーではない。ここも喫煙所なのかな、すごい。お昼ご飯食べてなかったので食べます。だからこれ無料のドリンクとお菓子もあるみたいで、コスパ良すぎますよ。ここ絶対来ますよこれ、また山梨に来た時評価すごく良かったんで、これから人気になっていく可能性はねすごくあります。ビジホに泊まるより圧倒的に良いっす。モーテルなんで車も真横に止められるから荷物もすぐ出し入れできるし、何より価格がねかなりお安いんで、やばいなここな。ただ老夫婦で経営されてる系、まあ管理されてるみたいなんで、ちょっといろいろ大変な部分あるのかもしれないですけど、またお世話になります絶対。では本日はこちらのお宿で、ずっと PC をコチコチしてお仕事するつもりでおります。帰らないで、ここ来て本当良かった。かなりゆっくりできる、 Wi-Fi もあるし、しかも明日の午後1時チェックアウトなんですよね。本当来て良かった。
お腹すいたんでご飯食べに行きます。ご飯を食べに行くというよりですね、あのバーミヤンでテイクアウトですね、できたら部屋から出たくなく宅配でね、お願いしたかったんですけど、結構いろんなお店の、ね、範囲外ということもありまして、あえてじゃないですけど車で取りに行って、また部屋で食べながら飲みながら、いろいろシコシコとしたいと思ってます。部屋戻ってきました。バーミヤン美味しそうすぎる。いただきます。一瞬で食い終わりました。まともにご飯食べてなかったんで。そして今食後の一服をねしに来たんですけど、なんかここバーベキューとか焚き火もできるみたいですね。有料でびっくり。風呂出ました。この時期はやはり湯船に入れるっていうのは大事ですね。湯船も広いからじっくり使っちゃいました。では風呂上がりに、お酒を飲んで今日は寝たいと思います。おやすみなさーい。おはようございます。現在午前11時ぐらいですね。意外にですね、夜更かししちゃいましてぐっすり眠っちゃいました。お風呂入って急いでチェックアウト準備です。ではチェックアウトしまーす。というかですね、実はここからこの部屋からですね、景色すごかったんですよね。これ今網戸になってるんですけど、夜景相当綺麗だったろうな、ここ。はい、ホテルチェックアウトしました。マジでよかった。チェックアウト1時もすごいし、もうなんでこれだけ山梨来ててこちらのお宿さんを知らなかったのかっていうぐらい、もうこれからですね、あの金額が跳ね上がらない限り、もう本当にお世話になりますね。何度も何度も宿泊させていただくことになると思います。というわけでですね、また今回の旅非常に充実した旅となりました。まあ時期も時期なんでね、できるだけため撮りはさせていただいておりますけれどもね、またいつ行けるか分かりませんけれども、今回はこちらで動画を終了させていただきます。よかったらですね、チャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の